皆さんに隠していたことがあります。僕は。君はもう立派な嘘つきだ。僕はまだ早い。本当は君が困ることになる。アイドルオタクなんです。何それ、全然関係ないじゃん。いや、僕が時々急いで帰るのはオタ芸の練習をするためで、裏切り者なんかじゃないって分かってほしくて。オタ芸マジだ。誰もカモちゃんが急いで帰るなんて気にしてないから。そんなこと言ったらサキさんだって早く帰るじゃんねえ。っていうかカモちゃんが裏切るとかそんな器用なことできないもんね。カモっちが嘘なんかつけるわけないよね。いや、まあ、ねえ、おたげ見せてよ。いや、それだけはちょっと。ちょっとだけ、ちょっと。いやいや、ね、ちょっとだけ、ちょっとだけ。ほらほら、タイガーファイヤーサイバーバイバーダイバーバイバーじゃっちゃー。ユーナ大好き。いつもやってるやつがこれ、これです。これをいつもなんでキモい。いや、キモいって。頑張って。大丈夫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 。いつまでそうやって黙ってるつもりだ。いい加減名前くらい名乗れよ、星野実。それとも別の名前があるのか。ラミシステムという投資会社知ってるよな。そこの代表を操っていたのが波岡という詐欺師だ。これはお前のものだな。波岡なのか。あ、被害者さん上来てるよ。安西さんは、うん、なんかカモちゃんが連れてきた。私チケット詐欺の容疑で任意同行されて何度も取り調べを受けたんです。被害者って加害者じゃん。私はやってない。ごめんごめん、どどこやってないよ。はい、落ち着きましょう。落ち着いて、ね、私シャチの大ファンで。かわいい、その T シャツ僕も欲しいだよね。おい、あの友達なんです。今度300人限定のプレミアライブがあるんです。せっかくチケットが当たったのに仕事で行けなくなってしまって。ツイッターに定価で売ると載せたらすぐに申し込みがありました。もう来た。私の口座番号を教えたら1時間後に1万円、チケット代金が入金されてたので。チケットを郵送したらそれで終わりだったはずなのに。私からチケットを買った人が送られてこないと警察に通報したんです。え、どういうことですか。え、バカなの。え、この番組は小林製薬の提供でお送りします。事件のおさらいをします。内山くんはシャチのチケットをツイッターの裏垢に定価で出品した。それを買うと申し込んだのが未来。
未来はすぐに内山くんがツイッターに投稿した情報をコピペして別のサイトに出品した。そのチケットを申し込んだのが井上ゆなさん。未来は井上さんに内山くんの口座番号を教えてお金を振り込ませた。内山くんはそのお金を未来からの入金だと思って未来にチケットを送った。未来はタダでチケットをゲットできた。井上さんはお金を払ったのにチケットがもらえなかった。井上さんが嘘ついてる可能性はないんですか？おお、やるねえかもっち。うん、警察が詳しく調べたって。はい、じゃあ未来のチケット詐欺確定。でもそのチケットはどうしてるんですか？本当に分かんないの。ちょっと見せて。うん、高額で売りさばいて儲けてるに決まってるでしょ。そんな、許せない。チケットの送り先は分かってるんですよね？そこが未来の家なんじゃないんですか？警察が行ったら空き家だったって。じゃあメールアドレスは？そこから未来が特定できませんか？海外のサーバー何個も経由してる。そんな、大丈夫、方法あるよ。え？ほら、未来はチケットを空き家に送らせてその家のポストに取りに来るんでしょ？そうか、ポストで見張ってれば未来を捕まえられますね。そういうこと。イエーイ。ああ、そうか。あとよろしく。はいよ。行くわ。ちょっといらっしゃい。未来をおびき出すためにシャチのチケットを出品します。まずは内山くんのチケット画像をちょっと加工して、出品。来た来た。信じる。未来ですか？かもね。かもね。住所が来た。前の住所とは違うね。空き家のポストをいくつも押さえてるんじゃないの？ここで当てればシンジ、あ、いや、未来が現れるんですよね。行ってきます。もう？気合い入ってんな。何その格好。チケット詐欺にあったんだって？あんたシャチのファンなんでしょ？関係ないじゃん。ついてないよね。あとちょっと待ってれば共演できたのに。私の前はあんたが来なくても出るから。あー、だいぶまとってきたんじゃないですか？二人は寂しいですけど。うん、まあどういうことになってもいいライブができるよう準備するしかないでしょ。お疲れ様です。お水持ってきました。加藤さん、ありがとうございます。天使なあ。よし、じゃあもう会社中からやりますか。よし、はい、やめろ。返事くらいさせて。おっぷねえな、危ねえな。よし、ここだ。
おい、未来。元気そうだったぞ、親父。案外いい暮らししてたのかもしれないな。お前にも会わせてやるかな。何のこと？知らないのか。出頭してきた安西から聞いてないのか。調べてほしいことがある。安西さん、蓮見さんなら留守ですけど。用があるのは君だよ。蓮見の下について何年になる？3年ですけど。どうだ蓮見は。どうってどういう意味ですか？あいつは真面目だ。警察官の鏡だ。だが退屈だ。1号室。危ねえだ。兄です。またお客さん連れてきてるよ。いいじゃん。いや、何が？ユナに合わせてください。いや、ダメに決まってんだよ。今どなたかいらっしゃいました？いや、気のせいじゃないかな。あ、本当ですか？いや、そうだね。がサキさんにお説教されるんじゃないの？あ、サキさん、すごい。あの中込さんはシャチのチケットが不正に売られていないか監視していたそうです。で、あの水木さんが加工したチケットの出品に気づいてあえて購入して。振り込みました。チケットの送り主を突き止めようとしていたら怪しい奴がいたから捕まえた。警察行きましょう。ちょっと待ってください。いや、ちゃんと説明しますから。なんすか？ジュエルトリコのファンです。知ってます。湯直しでしょ。はい。ま、それが僕だったんですけど。ごめん。話が長いんだよ。あんた喋った？喋ってません。チートのことは。じゃあ何喋ったの？僕がアイドルオタクだから知り合いの警察官にチケット詐欺の捜査に協力するよう頼まれたって。ま、それで意気投合してここまでついてきちゃったんですけど。ありえない。もちろんサキさんがここで働いてることは言ってません。せっかくだし協力してもらいましょうよ。ね、ね。ごめんなさい。やっぱ可愛いなシャチ。確かにこの子とか可愛い。うん、待った。
すぎる。こりゃ見ちゃダメなやつだね。じゃないかな。アイドル。あっせーの昭和感。もうショーンさん。なんかまた違った一面っていうか。あ、これもこれで可愛いっていう感じ。っていうかそのめちゃくちゃ可愛いよ。ねえ。ほらほら。めちゃくちゃ。サキさんは、うん、様子見に行ったんだけど。カモちゃんも知ってたわけ？このミナちゃんのファンなんで。なら先に言っといてよ。こんなネタ急にぶっ込まれたって対処できないって。連絡して中込とやって。え、早く。はい、早く。瀬野雄一、ラミシステムの代表ですね。それ全員詐欺師ですか？察しがいいな。誰から入手したんですか？調べてほしいことがあるよ。こいつらが今どうしてるか知りたい。誰なんだ？全員詐欺容疑で逮捕されてる犯罪者。なんでお前がそんなこと知ってる？いいから、ちゃんと起訴されてるか調べて。お願い。星野実の娘ですよね。ああ、写真の人物調べてみるか。わかりました。シャチのプレミアライブのチケットを10枚用意してもらいたいんです。は？そのチケットをネットで出品すれば必ず未来が食いついてきます。でもシャチのチケットに食いつくのは未来だけじゃありませんよ。一般のファンとどう区別するんですか？未来はチケットを買うとすぐにその情報をコピペして別のサイトに出品するんです。そこでチケットを買った第三者にお金だけ払わせるのが未来の詐欺の手口なんです。つまり我々が売ったチケットが別のサイトで売られていれば、それはもう未来の可能性が高いということになりますよね。え、なるほど。いや、すごいっすねお兄さん。いや、ちょっと、まあ、カモちゃんに任せて大丈夫かな。いや、大丈夫じゃないでしょう。だよね。中込さん、これ用意できました。ありがとう。関係者用に確保していたチケット、特別に10枚用意しました。ありがとうございます。何かお手伝いすることありますか？いや、ここは僕とお兄さんで大丈夫。じゃあ失礼します。では早速チケット1枚目ネットで出品します。チケットお願いします。ピント合ってます。
けなくなったので出品します。いますかね。お、ミロイですか。別のサイトには売られてない。未来じゃないってことか。うん、もう一枚いきましょう。あ、来ました。早いっすね。未来ですか。やっぱ他のサイトでは売られてませんね。ダメだ。もう一枚、もう一枚いきましょう。3枚目いくんですか。チケット10枚出品したけど未来は1枚も食いついてきませんでした。バーカ。なんでですか。あんたのチケット出して。ダメです。僕がチケット手に入れるのにどれだけ苦労したと思ってるんですか。はい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 、え、なんだ、ごめんね、なんだ、やめろ、やめろ、この、ごめんね、やめろ、お願い、ごめん、やめろ、お願い、それだけは。じゃあ代わりのチケット探してこいや。無理ですよそんなの。これ出品しといて。了解。わー、分かりました。チケット探してきますから絶対に売らないでください。絶対ですよ悪魔。シャチのプレミアライブチケット売ってくれませんか。1枚でいいです。売ってください、お願いします。シャチのプレミアライブチケット売ってくれませんか。シャチのプレミアライブチケット譲ってくれませんか。1枚でいいです。何やってんの。え、シャチのプレミアライブチケット売ってもらおうとしてたんです。帰りなさい。お願いします、1枚でいいの。1枚でいいの。お願い、お願い。なんで助けてください。おかえり。おかえり。すいません、チケット売ってくれる人なんてどこにもいなくて。え、それ僕の。うん、何してんすか。売らないでくださいって言ったじゃないですか。他のサイトに出品は。はいはい、ちょっと待ってね。お、あったよ。購入。ここで張り込めば今度こそ未来に会えるね。うん、今回はカモちゃん休んでていいよ。いいよ。なんで僕と長尾さんの時はうまくいかなくて今回はすぐに食いついたんでしょう。全然わからないんですけど。やっぱバカだわ。
未来さんですよね。ちょっとお話聞いてもいいですか。あ、で、ちょっと。はいはいはい、かわいいね。そうなんです、かわいいんです。かわいい、みつきかわいいんです。かわいくないですか。はい、いくよ。あなたが未来ですか。いや違いますけど。てかあなたたちこそ誰なんですか。なんであのポストに取りに来たの。話してくれないと大変なことになっちゃうよ。いや僕はシャチのファンで、いつも未来さんからチケットを買ってるんです。今回はあのポストに取りに行くように言われただけで。なんだ、未来がポストに取りに来てんじゃないの。さばいたやつに取りに来させてんのかよ。チケット代はどうしたんですか。いやもう振り込みましたけど。いくら。20万。20万。1万円のチケットが20万。あなたみたいに金に物を寄す人がいるからね。チケット詐欺師が横行して純粋なファンがチケットを買えなくなるんだよ。いや僕だって純粋なファンです。でも人気のチケットはなかなか手に入らない。もうどうしても行きたければ高い金出すしかないでしょうよ。じゃあさ、あなたさ、他のファンの人たちやシャチ申し訳ないと思わないんですか。いや僕だけじゃないですからね、未来さんからチケット買ってんの。赤森さんだって買ってますよ。赤森さんだって。だからって。赤鬼って。いや、シャチのファンの一人です。いつもあの赤いアフロのカツラかぶってるから。赤鬼さん。じゃあその赤鬼さんも未来からチケットを買ってるってこと。そうです。だから僕だけが責められるのは間違いです。20万円返す。プレミアライブにも行かせてあげる。え、協力してくれます。シャチのプレミアライブのチケット、今から何とか手に入りませんか。高くても構いません。出張じゃなかったんですか。行けることになりました。すいません、せっかくチケットを用意してもらったのにシャチのライブに行けなくなってしまいました。返金はできませんよ。分かってます。未来さんのつてでチケットを売ってもらえませんか。売れたチケット代の半分は未来さんにお渡します。分かりました。チケット用意できます。30万でどうですか。はい、お願いします。チケットの郵送先はいつもの住所でよろしいですか。はい。チケットを以下の住所へ郵送してください。わかりました、すぐに発送します。すみません、シャチのチケットはやっぱりキャンセルします。チケットの郵送をストップしてください。すいません、送ってしまいました。ここまで。ママさん、お兄さんも。あなたが未来。何のことですか。身内の可能性もあると思ってテストしてたんだよね。
中込が用意したチケットに未来は全然食いつかなかったの。当然だよね。ありがとう。関係者用に確保していたチケット特別に10枚確保しました。お得意さんがポストに取りに来れば自分は安全だとでも思った？ん？雨っつうの。赤鬼を紹介して。いや、紹介してどうするんですか。あんたのチケットを未来に売ってもらうの。何言ってるんですか。で、赤鬼が買う。で、僕がそんなことしなきゃいけないんですか。シャチファンクラブ規約、不正な手段で得たチケットでライブに参加した者は出入り禁止とする。書いてるね。ファンクラブに通報しちゃうかな。そう困ります。それが赤鬼にも同じこと言ったらすぐに協力してくれた。すみません、シャチのチケットやっぱりキャンセルします。来た来た。だ、うん、ました。すいません、送ってしまいました。もともとタダで手に入れて20万円でチケットを売ったんですよね。もう十分儲けたはずです。それでもあんたは取りに来た。このチケットが札束にしか見えないんでしょ。最低だな。僕らは夢中で応援してるアイドルに会いたくて、彼女たちが全力で頑張ってるところを見届けたくて、みんな必死でチケットを取ってるんですよ。その気持ちがわからないんですか。アイドル目指してたくせにな。え、うるさい。あんたみたいな崖っぷちに何がわかんないよ。アイドル諦めたやつに何も言われたくねえんだよ。そもそも向いてないんだよ。これが札束に見えるようなやつにアイドルはな。アイドルってキラキラしたことばっかじゃないんですね。そりゃそうよ。ほら、一皮むいたら中はドロドロでさ、誰がセンターに立つとかさ。楽しそうだな。俺も仲間に入れろよ。安西さん、なんか久しぶりですね。寂しかったか。はい、悪いな、いろいろと忙しくて。サーキー、ちょっといいか。お手柄だったな。未来のチケット詐欺、あれも波岡がつながってたんだってな。知らなかったか。波岡、波岡、本当に手強いよな。まるでこっちの動きを読んでるようだ。だが咲の働きには感謝している。星野咲、星野実の娘だな。この一年多くの詐欺師をあぶり出してくれた。本当にありがとう。
世界の終わりみたいね。世界の始まりだ。サキ、愛してるよ。感激だな。ずっとあなたを追ってたんです。やっぱりな。わざとだよ。誰が俺を波岡に仕立て上げようとしてるのか確かめたかった。思った通りだ。ゆなちゃん、なんで来ないんだよ。はあ、ゆなちゃん来てくれたんだ。よかった。あ、もう舞ちゃん豚汁で待ってるから。え、ももさん。まあ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 、はい、皆さん楽しみますか。この写真の件ですけど。ああ、誰一人逮捕されていません。瀬野は安西が調べてるって言ってたな。はい。他のやつも全員安西が調べてるのか。お前はどう思う？Oh, oh, oh.
もしもし、お電話いただきました。君は言ってたね。これ以上みんなを騙したままチートで働き続けるのは辛いって。え、鴨君たっての願いだ。叶えてやらないとな。そうだ、チートを潰そう。君の手で。詐欺集団。あんたはあいつとどういう関係？お前を信じていいんだな。話がうまくいきすぎる。いよいよですね。やっぱりお前が波岡だったんだな。はい、そこまで。年金以外何かやってんの？個人年金保険とかかな。考えてよ。俺動画配信5人しか見てないやつだろ。俺もようやく貯蓄始めたよ。遅いよ。老後もいろいろだよな。安心の輪で一人一人に合わせたご相談。保険の窓口。優しさで満ちる夜がやってきます。大切な思い出になりますように。これからも笑顔をお届けしたい。山崎のクリスマスケーキ、ご予約お待ちしております。冬、温められた風は私たちを乾燥させる。デロンギはゼロ風暖房。風が出ないから乾燥しにくい、なのに部屋全体が暖かい。デロンギのヒーター。天才バカボン and BMW。 こっちなのだ。え、行き止まりだよ。え、でも大丈夫、自動で戻れるわ。おお。うちの車は天才なのだ。 New BMW 1シリーズ、これでいいのだ。